はい、皆様おはようございます。本日も雨の中、足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。さて、医療技術セミナースキルアップ、今日は、深部静脈血栓症と肺塞栓症の診断と治療と XA 阻害薬、ドアックというですかね、の使い方についてでございます。で、今日の講師は新潟大学呼吸器循環外科、半澤和彦先生をお招きしております。半澤先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新潟大学の半澤です。よろしくお願いします。では早速ですけども、深部静脈血栓症と肺塞栓症 の、 診断と治療、それから災害のですね、今日は災害時 の、 DVT の予防と、それから災害時のですね、DVT 検診っていうのをやってまして、でこの間厚労省の方とか循環器学会の先生方とお話しして、今後やっぱり JMAT 石川の先生方にやはりご協力していただくのがいいんじゃないかっていう話になってきてますので、今日ちょっとそこで私たちがやっている DVT 検診について、ぜひ今日はおそらく石川の先生方がたくさんご聴講されていると思いますので、ちょっとご説明したいと思います。で、机のところには今日実習ちょっとたくさん用意してまして、机の上に男性抑制ストッキング提供していただきました。福助さんから防災用の男性ストッキング今作ってるんですけども、それをそこに机に置いてありますので、後で履いていただきたいと思います。実際履いてみないとどんなものか分かんないと思いますので、履いていただきたいと思いますし、それからあといろいろと実習エコーもやりますし、あと後ろの方に AVI って言って新しい動脈硬化の指標ですね、これも災害時によく使っていますので、それはちょっと大きめの機械になってますけど、もう少し小型の装置もあるんですけども、動脈硬化っていうよりは白衣高血圧をですね、診断する装置として使っています。災害ではどうしても避難所だとみんな血圧が高くて誰が治療していいかわからないっていうのが実情なので、ところがっていうか、あそこに置いてある後ろに置いてある AVI のパスエーサーの装置は、高血圧、血圧高くてもですね、動脈硬化が少なければ低い指標が出ますので、その場だけで高いという方が分かりますので、そういったことに使っていますので、それをやりたいと思います。じゃあ初めに深部で、午後はノワックというか低塩素外薬ですね、低塩素外薬 の、 使い方ということで、今日 DVT と PE ですので、 DVT-PE の、静脈血栓塞栓症のにおけるノワックですね、ドワック、低塩素外薬の使い方についてちょっと使い分けというかですね、それにちょっとお話したいと思います。では初めに静脈血栓塞栓症というお話ですね。今日お配りした本の方には VTE って書いてあって、実は VTE っていうのは静脈血栓塞栓症ということで、これは肺塞栓症と足の血栓を合わせたものになります。でそれはいわゆるエコノミークラス症候群です。で新潟県の中越地震の時にエコノミークラス症候群っていうのが有名になりましたけども、その時は肺塞栓症だけを言っていたんですけども、熊本の地震の後ではエコノミークラス症候群というのは肺塞栓症と症状がある足の血栓 DVT という両方合わせてエコノミークラス症候群にしましょうということで熊本の県庁のホームページに載っています。でそれは実は言うと、それが世界標準です。世界標準は足の血栓も含めてエコノミークラス症候群、足の血栓と肺塞栓症を含めてですね、エコノミークラス症候群、さらに言うと後で出てきますけども、足の血栓が原因となるような脳塞栓症ですね、卵円孔改造を通って頭に行く脳梗塞も含めてですね、エコノミークラス症候群と呼んでいます。ですから症候群というわけで、ですから欧米ではさらに広い、もう一回り広いですね、脳梗塞も含めて、その足の血栓が原因となるような脳梗塞も含めていますけど、日本ではまだそこまで行ってなくて、ただ中越地震の時よりは少し広がって、足の血栓も含めてエコノミークラス症候群と呼びましょうということになっています。でまた話戻して、なんで静脈血栓塞栓症という考えができたかというと、この DVT をですね、足の血栓ができた人を調べると、後で出てきますけども、まあ7割8割の方がですね、よく調べるともうちっちゃな肺塞栓はあります。よく造影 CT 撮ると、ただそれまでやるかどうか、やる必要があるかどうかは別としてやってみるとあります。であとは肺血流シンチグラフィーっていうのを撮ってみてもあります。逆に今度肺塞栓症の方をですね、詳しく調べると足に血栓が残っていることがたくさんあります。ただそれはディスタールですね、ふくらはぎとかですね、そういうところしか残ってないことが多いんですけども、中枢部にはないもんですから、昔から肺塞栓症はどうも日本人の場合は足じゃないんじゃないかっていうようなこともあったんですけども、今はそれは否定されてますけども、
ですが、この肺塞栓症の大きなものを調べるとですね、足の奥の方、ね、ふくらはぎの中に血栓がよく見つかります。ですから当然ですけども、右心系の疾患ということで足の血栓、それから肺塞栓症ですね、肺塞栓はずっと肺動脈、静脈から、肺動脈の方にこう至りますので、そこを全部ひとまとめにして静脈系の血栓ということで静脈血栓塞栓症と呼ぼうというふうになっています。ですので今はなるべく VT を使うということで、DVT と PE を分けずにですね、VT としようということになっています。さらにですね、言えばここに書いてありますけど、世界的にはですね、三大循環器疾患というのは心筋梗塞、脳梗塞、静脈血栓塞栓症なんです。この3つが一応三大疾患となっています。でそこで日本ではですね、肺塞栓症が少ないと言われているんですけども、冒険例が少ないということもありますので、少し低く見積もられている可能性があります。最近では非常に増えていますので、この3つということになります。でまず肺塞栓症のお話ですけども、原因のですね、ほとんどが DVT です。足の血栓症です。で DVT のうちにですね、 DVT というのは深部静脈血栓症というのは腕もあり含みますから内頚静脈とか鎖骨下静脈とかそういうところも含みますが、それはですね、約1割しかなくて、やはりほとんどが足の血栓になります。でそのうち、日本ではあまり言われてませんが、世界的な、ね、標準ではですね、その発症の 60% は院内発症と言われています。非常に病院内で多いですので、日本でもですね、最近行われていますけども、日本で入院時の患者さんの肺塞栓症を予防しようということが始まっています。世界的にはですね、こうに言われています。であとは突然死がやはりあります。でこの突然死っていうのは院内の急変のですね、コードブルーとか言われている院内急変の約半数じゃないかというふうに欧米で言われています。で症状はですね、肺塞栓症の症状は非特異的で、いわゆるですね、本当に胸が痛い、苦しいとか呼吸困難というのは本当に重症な場合にはありますけども、軽い場合には胸痛とか胸部不快感とかですね、あと、呼吸が少しおかしいとかいうぐらいしかなくて、したがってこれはですね、疑わないとなかなか診断できません。で確定診断は結局画像診断になります。ただ世界的にはですね、 D ダイマーが、こう 1.0 と書いてありますけども、世界的には 0.5 になりますが、エライザ法というのと、ラテックス凝集法でちょっと違いますので、日本で使っている D ダイマーの試薬では約 1.0、 欧米ではですね、エライザ法は 0.5 になっていますが、それがもしも D ダイマーという値がですね、低ければ除外できると言われています。とりあえず肺塞栓は除外できると。ただ古い DVT とか古いですね、慢性の肺塞栓症では除外できませんが、急性のですね、今すぐに起きている、すぐに飛んできて詰まったというような肺塞栓症は除外できるとされています。したがって今日ちょっと後ろの方に POC という装置を持ってきましたけども、簡易的なですね、 D ダイマの装置でも分かりますので、外来レベルでもですね、一応除外できるということになります。あとは院内ではこの発症予防が非常に重要です。これはやはりなぜかというと、この発症するってことはですね、足に血栓ができてしまったってことになりますので、足に血栓ができてそれがこう飛んできて詰まりますので、足に1回血栓できるとなかなか治らなかったりとか遷延することがあるので、やはり予防が重要になります。あとですね、あと足の腫れがないですね、軽い DVT でもですね、突然重症の PE を発症することがあります。したがってこういった足に大きな血栓がないから大丈夫っていうふうに思ってると足を救われることがあります。であと症候性、足が腫れた DVT の約1000人に1人の1人で重症の肺塞栓症が起きると言われています。したがってこの肺塞栓症があった方がいればですね、同じような環境に置かれれば約その1000倍の方が足に血栓ができてしまった可能性があるということを示しています。先生、その 90% が院内というのは寝せておくからですか？60% ですね。 60% が院内発症、そういうこともありますし、やはり病院の中で治療しているときに起きてしまう外科的な治療とか妊娠とか出産とかそういったことが多いんじゃないかと思います。で診断ですけども、診断についてはよく教科書にはですね、心電図って書いてありますけど、これはなかなか循環器の専門医以外は難しいと思うんですね。そこに載せましたけども、これが S1Q3T3 パターンと言われているところで、この矢印がついたところが異常だと言われてますけど、これをですね、なかなか難しいと思うんですが、ただたくさん見てる先生に聞くとですね、やっぱり V1 から V3 までの、これ3が下がってませんけど、 T 波が陰性化しているっていうのが一応ですね、多いんじゃないかということなので、T 波が
この1から3までで、この要するに右心系ですけど、右心系のところでこう T 波が逆転しているというのを少し見つけたらいいんじゃないかというふうに言われています。ただなかなかですね、これも全員が全員こうなるわけじゃないので難しいところがあります。であとはやはり画像診断が一番簡単というか早くできますので、こう造影 CT、 CT が取れる施設ではですね、造影 CT がやはり一番確実です。で造影 CT ですね、造影 CT でちょっと分かりにくいですけど、ここのところにこう黒いのがありますけど、こういったものが肺動脈の中に認められれば、これは肺塞栓症ということがすぐ分かります。したがって造影 CT が最も簡単と。でちょっと慣れてくれば、慣れた方であれば心エコーをするとですね、このご覧のように左心系、これがこっちが左室、こっち右室ですね。これは普通の心エコーですので、体表から見てますから、体表からでは一番前が右室、後ろが左室になりますので、右室が大きく張っていて左室がちっちゃくなっている、まあ、D シェイプとよく言われますけど、心室中隔の扁平化とこの左室がちっちゃくなっている、これがですね、重症肺塞栓症のこういう特徴的な図です。でこういうのが見つかった場合には、まあ肺塞栓症ですけど、かなりひどい形ですので、ね、この方の CT はご覧のようにこちらのようになりますので、ほとんどの肺動脈が詰まっているような状態になりますから、まあ、こういった場合では速やかに PCPS ですね、経費的心肺補助を行わないと助かりませんですね。もう一回繰り返しになりますけども、ここにこの心室中隔の扁平化と左室がちっちゃい、右室が大きいですね、右室圧が上がっているということを示しますの でよく循環していない、左室がちっちゃいということは右から左の方に循環がうまくいってないということを示しますので、これが典型的な重症肺塞栓症の心エコーになります。ただかなり重症じゃないとこうならないので、心エコーでわからないような肺塞栓症もたくさんありますから、必ずしも心エコーでわかるというわけじゃなくて、重症な方はわかると。だからショック、かなり呼吸困難が来て、胸痛が来て、で心筋梗塞と区別つかない場合に、こうエコーをやった時にこういうことが見れば、もうすぐに肺塞栓症と分かりますが、やはり診断のためには一回造影 CT を取るのが今普通です。あとは慢性であれば、この敗血心チクラフィー、この心チクラフィーは検査時間に時間がかかります。1時間ぐらいかかりますので、両手を上に上げなくちゃいけない、両手を上に上げたままですね、かなりの時間こうやってなきゃいけないので、ちょっと高齢者に、ね、厳しいというか、これやったためにですね、肩が脱臼しちゃったっていう高齢者もいらっしゃいましたので、かなり厳しいんですけども、ただ若い方とか少し肺塞栓が疑われるという方に時間がある場合は、こういう取ってみるとですね、こういうこの敗血流心チグラフィーのいいところは、急性じゃなくても分かります。かなり1ヶ月ぐらい経ってもですね、こういう像は残っていますので、こういった少し慢性の方の肺塞栓症、これここの常用がこうなくなってますけど、これ常用が映ってませんけども、これが肺塞栓の像ですね。これこちらの像だと分かりませんけど、こう必ずですね、正面像と側面像を取っていただいて、あとはこう下げてあるものを取りますけども、これは上のですね、右の上の方が流れていないということで、敗血心地でこれ肺塞栓があるということが分かります。まあ、これはもっと典型的なもので、ほとんど右肺が映ってきますと言いませんね。こういったものが明らかに左右差がありますので、こういったもので肺塞栓だということが分かります。これは時間が少し経っている場合ですね、時間が経っているとか急性じゃなくて、患者さんがですね、落ち着いていて疑われるという場合にやる検査です。ですので一般的にはまず疑う、まあ、胸痛、呼吸困難、動悸、血管、意識障害、失神、ショックというふうに言われてますけど、これは全ていろんな疾患で起きうるものですから、この中での背景ですね、例えば車に乗っていて倒れたとかですね、地震の後に車に乗っていて倒れたという場合には、その背景から疑われるわけですから、疑ってすぐに CT を取るとかっていう形になりますけども、例えば院内だとなかなか難しいと思うんですけど、病院内ではこういったことは心筋梗塞かもしれないし、失神の場合は脳梗塞かもしれないしってことになると、やはり一応疑って脳も取るけども肺も一緒に取るとかですね、そういった形でやはり背景因子として肺塞栓が疑われる、その長時間無動の時間があった、手術を受けた、妊娠した、それから腹腔内に腫瘍性病変があるという方たちっていうのは、肺塞栓、足に血栓できやすいですので、そういった方で足に血栓できやすい方がおられて、その方がこういう突然こういうことが起きた場合には、必ずしも肺塞栓じゃないかと思いますが、一応疑って肺塞栓の検査も一緒にするということが大事かと思います。その時にやはり D ダイマーっていうのが結構使われるんですが、ただ院内だとですね、腹水、胸水、感染、抗原病、がん、これは全て D ダイマー上がりますので、なかなかですね、D ダイマーで除外するのは難しいです。で、もしもですね、万が一こう肺塞栓症と診断して、要するに除外して疑わしい、脳梗塞じゃないし、出血もないし、意識障害、意識がなくて、で呼吸困難があって、あと左性症も下がっていると、
でこれはもうかなり怪しいという場合にはですね、速やかにですね、通常ヘパリン5000単位 IV というのがこれが推奨されています。でそれでここで、まあ、まず専門医を呼ぶ、人を集める、これは ED と同じですけども呼ぶ、それからヘパリンを、まあ、IV して、それからですね、で循環拒絶があった場合には速やかに気管挿管し、人工呼吸をしながら心マッサージして、で PCPS ですね、経費的人工心経費的心肺補助をしないと助かりません。で PCPS を持っていった場合にですね、それでもなかなか離脱できない場合とかですね、明らかにCT でもう両側に起乗している血栓があって取らなきゃダメだという場合には、まあ、手術行って血栓摘除ということになりますが、まあ、これは非常に少ないです。通常は PCPS を回して、でウロキナーゼなり血栓溶解療法するとかなり溶けますので、あとはですね、その前に溶かした、それからあと仮定室で、血栓を破砕療法をですね、破砕したり吸引したりすることで、まあ、かなり助かることが多いです。最近欧米ではですね、まあ、日本でも使えるのかもしれませんけども、アンギオジェットっていう人工心肺の装置を少し改良した形でこう吸引して、血栓をですね、すごく太い管を入れて、それの管でこう引いてくるっていうのもアンギオジェットっていうのもあります。それからもしも拒絶がなければですね、循環拒絶がショックじゃなければ、ヘパリンをそのまま持続投与して、で血栓溶解療法ですね、まあ、ウロキナーゼ、もし血栓が出血しやすいという方で近畿な場合にはやりませんけども、血栓溶解療法を考えます。ただこの時に気をつけなきゃいけないのは、血栓溶解するとですね、かえって血栓が動いてしまって肺に行っちゃうことがあるので、下大静脈フィルターを一時的に入れてやるのが一般的です。で後でまたお話ししますけど、下大静脈フィルターには一時フィルターと永久フィルターがありまして、で、まあ、将来的にもずっとそのまま血栓ができやすい方には永久フィルターで、一時的な場合には一時フィルターと入れますが、まあ、当然ですね、こういうすごい何て言うんですかね、ショックにはならなかったけどすごく大きな肺塞栓を起こした場合にはまたなる可能性もありますし、筋胃部に血栓残っていることがありますので、大体はですね、永久フィルターを入れたままにして治療することが多いです。手術とか妊娠とかの時に一時的に入れて抜去することがありますけども、何もなくて突然肺塞栓を起こしてこられて、でかなり大きいのが残っている肺にもある場合にはですね、永久フィルターが選択されますですね。でこれは PCPS で、まあ、これプローンつって逆向きになってますけど、あんま最近やりませんけども、ちょっとこれ少し前の写真ですけど、肺塞栓症の方で呼吸状態が悪いので、当然ですね、肺にこう、肺のですね、換気血流比が悪い時にはこう裏返しにするといいっていうのもありますので、これ裏返しになってますけど、裏返ししながら PCPS 小型の人工心肺ですね、これ赤いところが人工肺で、ポンプはここです、これ遠心ポンプです、遠心ポンプでこのようにすると、これ PCPS って言われていますけど、この経費的心肺補助はだいたい生殖で中満たしてあげればですね、まあ、10分か15分以内にはこうできますので、戦死していろいろやってる間にこちらの方で準備していれば速やかにこうつなぐことができますというような簡単な装置ですけども、こういったものをやる。でこれ下大静脈フィルターで、現在一時フィルターっていうのはですね、一時的に入れといて抜くっていうのが、まあ、2種類あるんですけど、ちょっとここに写真ないですけども、一つはですね、ニューハウスプロテクトって言って、ポリエステルでできたこの柔らかいタイプのカゴみたいなものですけども、それがあります。それはでも首からこうビヨーンとこう管が出ちゃうので、どうしてもここの首のところの感染のところの扱いが大変なので、まあ、最近はこう埋め込み型のですね、留置型のです一時フィルターもありますけども、でもそれもでも合併症がないわけじゃないので、この一時的フィルターっていうのはなかなかですね、使いにくいのが今現状です。どうしても使わなきゃいけないときは使っていますけども、こういったものがあります。これはカテーテル式でこう首からこう管が出てしまう、もしくはガイドワイヤーがこう出てきちゃうっていうタイプです。あと回収可能な永久リーチ型っていうのがあって、置いておけるんだけども抜くこともできると、2週間とか1ヶ月以内であれば、少し最近伸びまして、このギュンターチューリップっていうのはですね、1ヶ月ぐらいなら抜けるとかですね、一応添付文書上では抜く時期は記載がなくなったんです。ただ抜けないと思います、そんな簡単には。今まではこれ2週間以内に抜いてくれっていう話だったんですけど、だんだん報告が出てきて、長い期間でも置いておけるっていう話、抜けるって話が出てきて、それで、まあ、トライができないといけないっていうことなので、一応添付文書上ではですね、あと明らかなはっきりとした期間はもう明記されていません。ただやはり長く入れてると、このここにちょっとこうなんていうフックがついてるんです。このフックが血管に引っかかりますので、これは上に上がっちゃうといけないので、返しがついてるんですけど、この部分がどうしても血管の中に食い込んで外に出てしまいます。で静脈は薄いので、大体ですね、
6割ぐらいとか言われてますけど、半分ぐらいがですね、このフックが外出ちゃうんですね、時間経ってくると。ですからそうなっちゃうと、もう引っ張っても抜けなくなっちゃうので、なかなかですね、時間が経つと抜けにくくなります。まあ、抜けないわけじゃないでしょうけども、今のような機序がありますので、なかなか難しいと。あと、こちらのトラピーズっていうのがあって、これオプトイーズっていうのもあって、こういうひし形のタイプもあって、これもですね、返しが片方しかついていない。要するに上の方にしか行かないっていうタイプがあって、それは下の方に抜き抜くことができますが、同じことで、やはりですね、時間が経ってくると、ここの壁にですね、くっついちゃうので、なかなか取るのが難しくなりますし、無理に取ろうとすると、まあ、合併症が多くなるということなので、まあ、世界的にはなるべくフィルターは使わないという方向になっています。できるだけフィルターを使わないで行こうというで、やるならば、まあ、永久留置というふうな形になってますので、まあ、よく考えてですね、まあ、血栓溶解療法をして絶対この人は将来何もなくなるということであればですね、一時的にというかもしれませんけども、大体は、繰り返しますので、一回入れるって決めたらですね、永久留置の方がいいんじゃないかなと私は考えています。で、急性期、よくあるのは発症時期が不明な肺塞栓症があります。で、これはですね、発症時期が分かんない場合で全く症状がないということがあるんですね。たまたま足に血栓があったので取ってみたら上の方にもあったというのが多いです。で、こういった場合はですね、特に先ほど言ったような血栓溶解もいりませんし、何もなく外来の治療で大丈夫です。ただすごくリスクが高いな、その急性期じゃなくても急性期では肺にたくさんこう血栓があって、でかつ中枢ですね、腸骨静脈とか大腿静脈に血栓があった場合にはですね、やはりフィルター入れる場合もあります。さて、あと詳しい使い方なんかね、また後でお話しますけど、例えばこの患者さんですね、65歳男性で特発性、全く原因がない、また全くといっても昔手術したことがあってっていうことがあるかもしれませんけど、そこまでは分かってないんですけど、手術は気はないですけども、足に怪我したとかそこまで聞いてません。で、65歳男性で特発性 DVT-PE で、まあ、これは放射線科の方でフィルターをご検討くださいなんて書かれてしまったので、まあ、これについてはフィルター入れましたけども、まあ、特発性の DVT 原因が分からなくって足に血栓できて肺にもたくさんあったということで、もうこの方は入院していただいて、ヘパリンを開始して IVC フィルターを入れて、その後ですね、ノワークのエグザレルト15ミリ加減を始めて、で3週間経って2週間経ったかな、2週間ぐらいで1日1回に変えて治療しています。このように最近では非常にですね、ワーファリンじゃなくてこういった抗転移阻害薬というのがありますので、非常にスイッチが簡単です。ヘパリンをやめて4時間経ったらエグザレルトを開始するということができますので、ヘパリン切ってから朝切って夕方からもうエグザレルト開始とかですね、夕方切って朝切ってお昼ぐらいから飲んでもいいです。4時間以上経てればいいので、そういったことでこういう形でやっています。詳しいのはまた午後はお話しますけども、でまたこの方はですね、45歳女性で、この方も特発性の慢性重症肺塞栓症です。これご覧のようにこんなところにたくさんこの大きな血栓がこうあります。非常に重症、画像上は重症ですけど全く症状はありません。全くっていうか、よく見るとこの7月8月頃から足がむくんで歩くときに痛みを感じた、で9月2ヶ月ぐらい経ってからふらつきと目の前がこうフラフラしたとかですね、まあ、この辺でちょっともしかすると肺塞栓になったのかもしれませんけど、でも全然病院には来てませんね。でその9月5日で、まあ、8日に院受診して、それからおかしいっていうことで、まあ、当館の方に紹介、だから発症して3ヶ月が経ってるんですね。足に血栓ができてから、ここまで来るのは3ヶ月経っていて、でたまたま撮った CT でこのような足にたくさん血栓あったんですけど、肺まで取ってみたらですね、こういう血栓で、今多くの病院はですね、肺塞栓症プラス下肢ということで DVT の検視、検査の、足のですね、DVT のエコ、CT の時には必ず肺まで取ると思うんですよね。どうせ取れちゃいますから、ここから注射、静脈から注射をした時に上からですね、肺動脈層というか動脈層でダーッと取ってしまって、それから2分経ってから足の先から今度上に向かって取るということがされていると思います。まあ、CT の性能によってかなり早く行っちゃうこともあるので、少し時間を置いてという施設もあるかと思いますけども、いずれにしても DVT で足だけ取るという施設はないと思うんですよね。で必ず足と肺と両方取ると思うので、その時にこういうのに大きな血栓が見つかることがあります。ですからこの方は画像上は非常に重篤なんですけど、ほとんど症状がありません、肺の方は。ただ、まあ、非常に重篤だったので、まあ、この方もエグザレルトっていう薬を開始して1日2回ですね。で体重も結構あったので、まあ、15ミリ1日2回を使って D ダイマーがこう下がっています。
この D ダイマーっていうのは、今日ちょっとあんまり詳しくお話ししませんけども、この D ダイマーは実はですね、外来レベルの換算ではDVT の治療に非常に有効ですというのは指標になります。効いているかどうかの指標になるので、こう使って治療を始めて下がってきますの でそれで維持されていればいいと。ただこれ先ほど言いました入院換算ではなかなかですね、抗原病とかがんとか胸水腹水があるとずっと高いものですので、なかなか治療になりませんけども、外来 で換算できる場合にはこのように、ね、きれいにこう下がってきます。でこの方1ヶ月後にはこう、まあ、ちょっと残ってますけど消えているということが分かります。で今度この方は75歳男性で DVTP、やっぱり肺塞栓があって足にも血栓があって、でそれでステロイドを飲んでいたと。であと COPD があって肺にも病気があって、でクレアチンが 1.4 で CCR50、 ちょっと若干腎機能低下があるということで、この方は、入院していただいてヘパリンを使って、でそこからエリキュースという薬に変えています。で、まあ、これはまた後で、なんでエリキュースに変えたかというのはまた後で午後ご説明しますけども、一応エリキュースは腎機能障害の方に使いやすいということがありますので、この方の場合はエリキュースで退院を、ここでヘパリンを終わった段階でも退院してますので、退院してエリキュースに変えて外来治療をしているということですね。でそれから今度はこれ51歳男性で、この腎臓がんで肺塞栓で IVC にも血栓があった、こんなに血栓があった方ですけど、まあ、この方は腎臓がんで、これ外来です。外来でたまたまこう足が腫れたっていうんで来て、というか足が腫れたというか足が痛いって来て、初め紹介されたヒノキ科の方では A 層じゃないですかっていう紹介されてきたんですけど、結局 DVT で結構大きかったんですけども、この方さんに関しては、まあ、腎臓がんだったので、がん患者さんにはこのリキシアのエドキサ版がいいと言われてますので、リキシアの開始しまして、この方も大きな血栓でしたので、IVC に血栓があったので IVC フィルターを入れて、それからリキシアナの開すぐにヘパリンやめてフィルター入れて終わったらもうリキシアナを開始して、その後ずっと退院されてですね、ずっと様子見てましたけど、もう血栓は消えています。2ヶ月ぐらいで血栓消えています。まあ、リキシアナに変えた理由についてはまた午後お話ししますけど、リキシアナっていうのは日本人のがん患者さんで最もですね、治験の時にたくさんの人が組み入れられて使われて効果があったので使っています。まあ、ワールドワイドでもがん患者さんに効果があることは分かっていますけども、でさてですね、この肺塞栓症の起き方ですけども、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、これは院外発症です。院内発症は違います。院内発症っていうのは皆さんご存知のように、もう腸骨静脈から、妊娠の方は 内腸骨静脈から血栓できますし、あと